それではお時間になりましたので、ただいまから自然エネルギー100%プラットフォーム連続ウェビナーを開始したいと思います。本日は大変お忙しいところをご参加いただきありがとうございます。本連続ウェビナーでは第1回といたしまして、地域の脱炭素化、自然エネルギー100%に取り組みをテーマに、本日は開催をいたします。 本日のプログラムですけども最初にご講演として永続主体に見る地域の現状と脱炭素化への課題ということで千葉大学の倉坂先生よりお話をいただきます後半のパネル討論では地域で脱炭素化を実現するにはというテーマで脱炭素先行地域に選定された自治体の担当者の方から3件の事例をご報告いただきます えー、申し遅れましたが、私、本日の司会を務めます、えー、環境エネルギー政策研究所の松原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日の資料は、ですね、えー、自然100%プラットフォームのホームページにすでに掲載をしておりますので、えー、そちらをご参照ください、えー。ご質問につきましては、画面下の Q&A ですね、こちらのボタンの方から、えー 出すことができますので、えー、お送り、随時お送りいただければと思います。で、この Q&A の機能の中でですね、えー、ご自身聞きたいご質問ありましたら、賛成ボタンというのがありますので、えー、それを押していただく形でも結構です。えー、本日のウェビナー,あーですけども、えー、気候変動の 影響が、えー、人化しエネルギーの安全保障やエネルギー自給といった面からも自然エネルギーの需要性が再認識されています。その中で地域の脱炭素を目指して地域と調和,調和しつつ自然100%をどのように実現していくのか考える必要があるということですね。そこででで本ウェビナーでは全国のの地方自治体での 自然エネルギーの状況について、えー、永続地帯研究などにより把握するとともに、えー、地域での先進的な取り組みとして、えー、脱炭素先行地域の事例を共有し、えー、地域の脱炭素化に向けた自然エネルギー100%実現への取り組みについて、えー、議論したいというふうに考えています。えー、それでは、えー、最初のご講演に入っていきたいと思います。えー、最初のご講演は えー、永続地帯に見る地域の現状と脱炭素化の課題といたしまして、千葉大学、えー、大学院教授のか倉坂きみ先生からお願いいたします。では、倉坂先生をよろしくお願いします。はいえー、ご紹介いただきました、あ倉坂でございます。えー、っと、画面の共有をさせていただきます。よろしくお願いします、えーっと。こちらについてはですね、先ほど松原さんからありましたように、えー ウェブから落とせるようになっておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。はい、えー、いただいたお題が、ですね、えー、永続地帯に見る地域の現状と脱炭素化への課題ということでございますが、あの永続地帯以外にもでさまざまな調査等をやっておりますので、その内容も含めてですねあの話題提供をさせていただきます。 自己紹介兼ねて、ちょっとこのパンフレットを紹介したいと思いますが、私もともとは環境庁という役所に、前世紀に勤めておりましてですね。で、1987年に環境庁に入って、入った後、3年後、3年目に温暖化政策の立ち上げにぶってくわしまして、それであの一番初めに作った国の温暖化のパンフレットはこれでございます。 で、まあ、当時から温室効果についてですね、その科学的に証明されているということ、温室効果ガスが確実に増えているということ、で、気温が上がる恐れがあるということ、で、これが我々の生活から出てくる人為的なものに関連するんだ。で、こちらはアメリカのですね、EPA、環境保護庁のですね、報告書、 今と異なる世界という報告書がありましてですね、まあ、その内容をかみ砕いて図にしたものということでありましてあのほとんどあの内容は変わってないです、えーまあ、例えば夏のストレスが増加するとかですねあるいはその、えーまあ、生物層が変わるとか農業の適地が変わるとかですね えー、その水利用計画が変わるとかですね、えー、治水計画が変わるとか、えーまあ、海岸が上昇すると、えー、海面あの、海岸保全支出が必要であるとかですね、えー、台風が強くなるとかですね、そういった話がすべて書かれております。でえーまあ、あの外国ではです、ねえー、その難民が出てくるとかですね、えーまあ えー、熱帯病が上がってくるとかですね、えー、そういった話、えー、ほとんどあの変わっていない事件、えー、だと思っております。で当時からですね、えー、すぐに対策を講じなきゃいけないということで当時はですねノルドベイク宣言ということでですねその温室効果ガスの、まあ、まずはスタビライゼーションあの、えー、安定化しようというようなことがですね合意されたあーところでありまして、えー、ここからとと、えー、まあ 枠組み条約の方に行ったということですね。ノルベドルトベック宣言は1989年ですね。で枠組み条約は92年、アンセットのときということでございますで。どういうふうに実現するかということで、えー、CO2 ダイエットというようなものを当時書かせていただきました。やはりあのダイエットと同じように、ですね、えー、無駄なエネルギーを使わない、それからエネルギーを使うんであれば CO2 排出量の少ないものに転換していく、えー、さらに運動して税肉を落とすようにですね。 CO2 を回収固定すると、まあこういったものがあの柱であるということが当時から書かれております。こういうものが90年、もう30年前なんですけれども、まあここから対策自体がですね、ようやく本格化してきたということでですね、かなりあの時間としては遅れたわけでございますが。 まあその中でさまざまな会議論者もいまあ、未だにいるんですが,が、まあ、当時からあの、えー、こういったあの会議論者に対するキー &A ですねこれも書いて、えー、ほぼあの、えー、今の会議論者に対する反論と同じようなことがです、ね、書かれております、えー、ミッシングシンクの話あるいは国点変動とかが影響するという話、えー、さらにその自然界でですね カウンターの影響あの、えーまあ、ネガティブフィードバックがあるから大丈夫だろうというような話とかですね、経済成長に深刻な影響が出るんじゃないかとか、まあ、こういったものについて、えーまあ、ここに回答を、えー、書いたと、えー。これは当時あの、えー、スティーブン・シナイダーっていう人がですね、地球温暖化の時代っていう本を えー、ダイヤモンド社から、まあ、翻訳出版するということでそこに若干関わったこともあってですね、えー、そこの知見も踏まえ,踏まえながら、えー、こういったことを90年に書いたというのが、えー、私の温暖化との初、まあ、めの、えーまああえー、関わりということになります90年にはですねあの地球環境部というのができてですねこのお、えー、私はあのそこからあと 温暖化ではなくて、循環型社会の方にの立ち上げの方に関わったわけですけれども、まあ、その後も大学に出た後ですね、このさまざまな形で、その情報提供を行う研究を進めてきているわけでございます。まあ、そこの一環として、私の研究室と松原さん、環境エネルギー政策研究所とがですね共同研究という形で、2006年から、 ずっとやっているのが永続体研究というものでございます。こちらがですね、日本の自治体ごと、基礎自治体ごとの再生可能エネルギー設備、これを可能な限り把握をしてですね、で、その設備が年間稼働したら、このぐらいの,あの電気、このぐらいの熱を出すだろうと。そのエネルギー量が その自治体におけるエネルギー消費量、まあ、特にまこのエネルギー自給率を試算する際にはですね、産業部門をちょっと除外をしています。あと運輸部門を除外していて、若干分母がですね、民生用と農林水産業用のエネルギー需要ということで分母が小さいんですけれども、そういった分母をその地域における再生可能エネルギーで賄えているんだろうかということでですね、 毎年毎年試算をし、その結果を公表しているところでございます。まず、下の表をご覧いただければと思います。下の表の中でですね、この今、赤い丸が出ましたけれども、2011年と2020年の比較。 この研究自体2006年からやってますんで、その震災前からずっとやってるということでございますが、まあ、若干あの、えー、その試算のやり方とかですね、あとカバレッジが変わってきておりますので、まあ、単純な比較ができない、えー、というわけですがあの、えー、一応太陽光だけですね、で見ると、あの震災前、2011年度の数字と2020年度、 最新の研究は今年の6月に公開しております。その2020年度のデータとではですね、太陽光発電が15倍になっているというようなデータになっています。でこう直近の伸び率で見ると、太陽光発電があの、まあ、昨年はですね、太陽光発電の伸びを 風力と地熱の伸びが上回ったという形で、地熱の大きいものが運転開始したので,で、ここがの伸び率がかなり伸びたんですけれども、今年はまた太陽光の方が一番伸びていると10、10%でなお伸びているということですね。風力発電はまあ汗水がまあく,まあくぐり抜けてきたものがですね、 18年度とかは26%増ということで、このあたりから顕在化していって、ですね今、安定的に1割ぐらいずつ増えていっていると、こういった内容です。一方で、ですね再生可能エネルギーの熱利用ですね、こちらは増えていないということでありまして、逆に減少傾向になっているというのが気にかかるところということが言えます。 こういった種類別の国,国レベルのですね種類別のデータと、まあ、自治体ごとの自給率の計算ということでいうとこの右上の方のグラフでございますけれどもここでエネルギー永続地帯という言葉と電力永続地帯という言葉がございます。まあ、エネルギー永続地帯というのは えー、域内の民生用農林水産業用のエネルギー需要を上回る再生可能エネルギーを生み出している市町村と、えー、これ、計算上であって、ですね、えー、自衛船とかで自給自足することもない、売、え、電、ー、のものも入っているということでありまして、まあ後で出てくるその脱産先行地域の,その、えーまあ、考え方で言うと、ですねその売電の方が、 まあかなり占めているということは留意しなきゃいけないんですけれども、まあ、計算上そういうポテンシャルがある、えー、ポテンシャルが今取れているというようなその自治体ということになりますが、それが2020年度で174という数字にまでまああの増加したという結果でございます。日本全国の 市区,町村区は東京23区だけですけれども、市区町村の数が1741ですので、まあ、ほぼ1割に達したということになります。このオレンジの線は何かというと、電力永続地帯ということで、域内の民生用と農林水産業用電力需要を上回る量の再生可能エネルギー、電力を生み出しているという市町村ということで、これは272と。 いうようなな数字になっておりますこの右左上のですねこの図は何かというとこのエネルギー永続地帯でもありなおかつ地域的な食料自給率も100%を超えている市町村ということでございます。 この永続主体研究の報告書においてはですね、食料自給率についても各自治体ごとに計算をし、ランキングも出させていただいております。これは農水省の方が作っております食料自給率の計算ソフトの原単位を公開、公開というか提供していただいて、我々の方で全自治体について試算をしたものということになります。で、この えーまあ、自治体が90ぐらいですね、えー、今なっているということで、えーまあ、こちらの自治体が、まれ、あ、わが把握している限りですね、えー、その計算上、えー、エネルギーと食料を、えーまあ、計算上、自給することが可能な、えー、自治体ということになります。でまあ、こういったものがですね、一つのその、お 日本全国脱炭素に向かっているかどうかという指標になるのではないかというふうには思っておりますこちらがあの最新の報告書で分かったことということでございます太陽光風力が1割ぐらい伸びておりますので電力は7.6%増加しているとただし熱供給は3年連続減少していると まあこちらはですね固定格買取制度の対象になっていないということでありまして、こちらについて十分なインセンティブがついていない。熱供給としては、ですね太陽熱温水器のような、ですね太陽熱を利用した給湯のようなもの、さらにバイオマスの熱利用、さらに地熱ですね、地熱、温泉熱というのもですねいろんな形でえまあ熱利用に。 カウントすすることができま,す、えー、まあ入浴というのも立派な熱量事業ですけれども融雪とかですねさまざまな形で温泉熱も利用されております温泉、えー、熱も含めた試算をしているのは我々の研究だけだと思っております、えー、でこういったあのエネルギー供給再生可能エネルギー供給は2011年度をベースにすると 約3.7倍というふうになっていると。まあ、ただ2011年度はですね、えー、バイオマスについて、えー、若干あの範囲が狭かったんですね。単純な比較は実はできないんですけれども、一応あの得られて残っている数字で見ると3.7倍ということになります。で、地域的なエネルギー自給率は2011年度は3.8%だったものがですね、2020年度に17.3%まで増えているということでございます。えー、発電電力量に占める その再生可能エネルギーの割合は2020年度で20%超えたということが ICEP から公表されておりますが、こちらは熱も入った形の自給率ということになります。ただ、分母に産業用が入ってないので、産業を入れると、熱も入れた形だともっと下がるという形になります。はい、先ほども言いましたように、174の自治体が。 100エネルギー永続地帯という形になります。で県レベルではですね秋田県と大分県が再生可能エネルギー供給が域内の民生用と農林水産業用のエネルギー需要の50%を超えるとこういったかなり高い数字になっております。一方で埼玉とか沖縄、京都、神奈川、大阪、東京。 にはにおいてはですね、10%に達していないというような状況でございます。地域的エネルギー自給率のランクの1位置秋田県ということであります。こちらのおところにその地域的な県レベルでの自給率の計算というのもされております。一方でこの供給密度ということも計算しておりまして、これはどういうものかというと。 再生可能エネルギーの供給量を面積で割るということですね。そうすると都会型の自治体があの上の方に行きます、えー。大阪、神奈川、愛知、それから東京は5番ということでございまして、これはどういうことかというと、やっぱり屋根面積がですね、広いということで、 そのエネルギー消費、自給率ということになると消費量自体が多くなるわけですけれども、面積当たりの再生可能エネルギー供給量ということであるとです、ね、屋根面積の密度が高い自治体、都会型の自治体が上に来るということでございます。食料自給率については、548の自治体が100%、カロリーベースで超えていると。 これも若干減少傾向にあって気になっているところでございます。90市町村が100%超えているというリストは先ほどのページに掲げた通りということでございます。これが永続地帯研究でございますが、この内容と合わせてカーボンニュートラルシミュレーターの話と、それから自治体の政策調査の話、これも情報提供させていただきたいと思います。 カーボンニュートラルシミュレーターというものを2021年の9月に公開をしております。どういうものかというと、ですね自治体のコードを入れると、ですねこの自治体の,の2050年のこのまま何もしなかった場合の人口、これはあの社人権国際社会保障人口問題研究所の、ね、2045年目標、あの目標じゃなくての推計ですね、これを5年間伸ばしたもので、我々作っておりますけれども、それが出てきます。 で、その場合の住宅ですね。この人口でどのぐらいの世帯数になるのか、一つの世帯数あたりどのぐらいの広さの住宅があるのか、そういったものが試算されましてですね。で、現状の住宅の床面積のうちどのぐらいの時期にどのぐらい建てられているのかっていうデータがあって、どのぐらいの レベルでですね、建て替えが行われるんだろうかということをですね、あの、自動計算します。えー、業務用についても同じですね。で、そのうちの何パーセントを絶チ化するのか、ゼロエネルギーハウスにするのか、それからゼロエネルギービルにするのか、えー、これを数字を入れるということになります。で、自動車についてもですね、自動計算で2050年のこの人口規模において、どの程度の自動車があるんだろうかというのを、えー、推計をして、 そのうちのどのぐらいを電動化するのかということを入れますさらにこの走行量削減というようなパラメータも入れておりますで、こうやってですねその2050年の必要エネルギーが減っていってですねで残るエネルギー消費量を地域の再生可能エネルギーをどの程度取っていけばですねこのまあ、カーボンニュートラルになるのかということをですねあの試算をするというものでございます えーまあ、画面でせっかくなんでですね、えーあのえー、とあすみません、出しておくよかったですね。えー、ちょっと手元の方であで、えー、はい、えーっとおえー、共有をして、はい えー、実際のカーボンニュートラルシミュレーター。これあの、えー、今あの千葉市のもので言ってますけれども、まああの、もうすでに入れましたけれども、えー、20、40、60、80ぐらいで,ですね。とりあえず仮に入れてあります、えー。電動化についてはですね、2050年に使用される自動車、自動車の対応年数は10年ぐらいで切り替わるということを考えるとですね、えー、もう2040、えー、年代というか30年代後半から もうあの電動車しか売ってないんじゃないかと。えー、まあ電動車か水素自動車ですね。えー、ガソリン車売ってないんじゃないかということでですね90、90%って入れてます。あと、太陽光発電、えー、その空き地、森林を開発するような太陽光発電入れてません。ソーラーシェアリング、営農型太陽光発電は、まあ、これもまあ最大15%、あんまあ、30%だと思いますが15、15%で入れてあります。 こういった形で千葉市入れていくと、ですねなかなかカーボンニュートラルいきません。で千葉の中でも、あの人口減少が進んでいるところ立山だと、ですねカーボンニュートラル、簡単に同じ数字で達成できると、こういった形でですね同じ数字を入れて、ですね各自治体行動を変えていくと、ですねこのカーボンニュートラルが達成しやすいかどうか、こういったものはですね簡単にこれで見ることができると。 これがカーボンニュートラルシミュレーターでございます。で、このカーボンニュートラルシミュレーターですけれども、はい、無料でダウンロードできますので、使っていただければと思います。はい、環境省の推進費で作っておりますので、まあ、公開しておりますので、使っていただければと思います。 でえー、使い方は先ほども実践しましたから飛ばしていきます。で、えー、このカーボンネタルシミュレーター自体ですね、えーあのー、これで、あのーたんあのー、全て、あのー、実際の計画作りができるかと全くそうではなくてですね、えー、これは本当にの入り口だと思ってます。えー、入り口でありまして、あのー、例えばその、感、え、覚、ー、をつかんでもらう際にですね、えー、他の部局も合わせた形で、えー、自治体の中で研修で使うとかですね。 あるいは市民参加の,その、えー、意見を聞く際にですね、えーまあ、あの触ってもらうとか、えー、中高生に触ってもらうとか、えー、そういったあの入り口として使うと、えー。カーボンニュートラルシミュレーターではですね、あのこの産業部門、発電所とか、エネルギー転換部門入ってません。えー、さらにあの、えー、面的なあの取り組みとかですね、あるいは廃棄物の,その えー、排出、廃気物、焼却に伴う、えー、CO2 とかですね、いろんなものが入ってませんので、えー、これだけであの計画は作れませんけれども、えー、感覚を使うあの、イントロダクションとしてはいいのではないかというふうに思っております。で、えー、カーボンニュートラル宣言を行った自治体、えー、現状ではですね、758自治体ということで、えー、全自治体の41%、 になってます人口ベースで見るとですね、9割ぐらいになってるんですけれども、えー、これもなかなかの人口ベースだとミスリーディングなところありますので、えー、全自治体の41%というような状況かと思っております。で、このカーボンニュートラル宣言をやったところがですね、えー、永続主体研究においてエネルギー自給率が高いかどうか、えー これあの、最近のものが758人までいっちゃってるんですけれども、ちょっと試算をした段階で、1月末現在で、えー、カーボンニュートラル宣言を行っていた557自治体について、永続自治体研究の地域的エネルギー自給率を確認をいたしました。えー、そうした場合ですね、えー、その宣言をした自治体で100%を超えていた自治体が、えー、553のうち54と。で、えー まあ地域的、先ほどの説明したように、ですね、えーまあ、地域的エネルギー自給率を試算した自治体がですね、実は1741じゃなくてですね、1734、あのえー、っと福島のところがですね、まだあの試算ができてないのでですね。 人口が戻ってきてない自治体もありますので、そこは除外してるんですけれども。まあ大、大体ざっくりしてですね、約1割が100%超えていると。えー、つまり、カーボンニュートラル宣言を行った自治体の方が、地域エネルギー自給率が高いという、えー、結果にはなっていないということですね、えー。カーボンニュートラル宣言を行った自治体の中で、えー、地域的エネルギー自給率が超えている、その1割の自治体というのは、ここに挙げている表に、 ある通りでございます、えー、今回の提供、えー、話題提供に入っていただく間庭しも超えているということでございます。で、えー、次ですが、えー、カーボンニュートラルシミュレーターで、えー、点検をいたしました。えー、宣言自治体で、えー、カーボンニュートラルしやすいかどうかですね。えー、ちょっと先ほどの数字と若干違いますけれども1357で入れてます。 でこちらが80で入れてます、えー、のソーラーシェアリング等もですね、若干低めの10、15で入れてます、えー、こういった数字で同じ数字を、えー、全ての自治体にあの当てはめてみました、えー、そ,うするそうすると全自治体であるとですね、えー、こ,のこの数字が達成できた場合、えー、3分の2が達成できるんですね、えー、3分の2の自治体が、えー、このぐらいの対策 すで、えー、に建てられた住宅の10%をゼブ・ゼッチ回収すると。えー、2020年代建てられているの建,建物の3割。えー、2030年代の5割。えー、40年代の、えー、7割。これをゼブ・ゼッチにすると。で、えー、電動化、まあ、水素自動車も含めてですけれども、えー、その比率が8割と。で、空き地とかに10%。耕作放棄地も10%。ソーラー車輪が5%。で、えー これはリーポスデータ、環境省のリーポスデータので持ってきてますけれども、そのポテンシャルの2割を取るということで、66%の自治体は達成できるということですね。このソーラーシェアリングとかもっと入るかもしれませんので、そうするとこの達成率は上がるということになります。ただ、これはですね、この産業部門を除いておりますので、おそらく産業部門とエネルギー転換部門の えー、脱炭素化ということになるとです、ねえー、国,国家プロジェクトとして例えば大規模な洋上風力を使作ってです、ねえー、そこで水素を大量生産するみたいなことをやっていかないとです、ねえーそのえー、産業部門とかエネルギー転換部門の脱炭素化というのはできないんですけれども、まあ、そういったあ、えー、ところはです、ね、国策が、えーまあ、カバーするということで,です、ねえーまあ、理解したものでございます。で じゃあ、カーボンニュートラル宣言をしている自治体ではですね、えー、先ほどの557のうち279がこのデータで達成をしました。なんでこういう形になるか。カーボンニュートラル宣言をしている自治体がカーボンニュートラル,ルしやすいとは限らないと。これはなぜかというと、えー、このシートの下にありますように、 カーボンニュートラルを宣言している自治体の人口というのは平均して14万人なんです。で全自治体の平均が7万人ということでですね。まあ、大体2倍、ざっくり2倍です。カーボンニュートラルの宣言をする,でる自治、できる自治体というのは人口の大きい自治体が中心であるということですね。それだけ余力があると。と その脱炭素について専門,専門の部署を設ける、専門の人を設けることができる、えー、そういった余力のある自治体が宣言をしている。で、えー、じゃあ、人口とカーボンニュートラルの可能性、す、え、べ、ー、ての1741自治体、えー、について、あのえー、まああのカーボンニュートラルができるかどうかということでですね、あのえー、入れたところですね。 やはりその人口の少ない自治体、ここで言うと100%っていうのがですね、カーボンニュートラル達成のところですね。これはあの先ほどと同じ対策強度を入れております。この対策強度ですね、この対策強度で入れた場合ですね、この100%を超えているところっていうのは、どちらかというと、この人口の少ない方が、 えーまあ、多いといととうことになります、えー、明らかに相関関係があるということでございまして、えー、この14万人というようなレベルだとですね、えー、この100%のちょっと下の方に来るということになりますはい、えーまあ、これがですねあのカーボンニュートラルシミュレーター永続主体研究、えー、そのデータを使いながらですねちょっと現状で、えー、カーボンニュートラルの 地域ごとの達成しやすさということをですね、出してみました。で、人口の小さい自治体の方がカーボンニュートラルしやすいということをですね、書かせていただいたんですけれども、再生可能エネルギーの政策調査、これも全自治体に送らさせていただいてですね、その各年で調査をさせていただいております。毎年毎年年送られてきてき 手間であるみたいなこともですね、ちょっと言われていることもあるんですけれどもえ、継続的に調査をさせていただいているところでございます。若干、開始当率がですね、2017年度、ガクッと下がりました。えこれはですね、えー、その郵送で送付した後メールベースで回答をいただくような形にしたんでですね、えー、3割しか回答していただけなかったです。えー、なのであの、えー、ベースとしては切手を貼ってですね、えー、それで回答してもらうと。 いうことでそうすると大,大体まあ6割、今年は55%でしたけれども、えー、6割ぐらいの回答を得られると。2019年度はです、ね、別の調査と合わせてです、ねえー、環境省の推進費の一環として業者を使ってやったんで、えー、その8割という回答率を得たということになります。で、えー、この学年調査で、えー、気になることがあります。えー、まずその、えー、地方におけるですね、 再エネ政策が若干後退してきているのではないかなと。先ほどご説明したようにですね、回答率が若干変わってきているわけでございますけれども、この再エネについて行政目標を設定しているという自治体の回答比率がですね、この3年ぐらいというか6年ですね、2017から考えてですね、かなり減っているというのが今の状況でございます。さらに、 今年初めてですね、この条例要項について、具体的に促進している条例と抑制している条例、双方確認をさせていただきました。そうしたところですね、全体として促進条例要項を制定している自体が12%弱、抑制をする条例要項を制定しているのが8%と。 いうことでございますが、検討中の自治体の中ではです、ね、抑制しているしようとする、えー、条例要項を検討している方が多いと。で、えー、この年次で見ると、ですね2014年以降、ですねほぼ新しく作られたところのですね、えー、条例というのは、ですね抑制側に回っているということが分かるわけでございます。えー、これはですねあの、自治体においてですね、 えー、再生可能エネルギーというものが、えー、特に、まあ、環境部局ですね環境部局的にはですね、まあ、あの抑制をするような対象として認知されてきていると、えー、これはあの地域的な紛争が実際に起こっております、えー、山を切り開いていく景観に悪い、えー、地産地水上悪いじゃないかさまざまな形で懸念がある、えー、そういったもので、えー、苦情が入ってくる。 そういったものを自治体の職員が、特に環境部局の職員が矢面に立っていると、まあ、こういった状況があり、ですね、まあ、促進というよりはですねもう規制をするとで、この規制をする方が、環境部局にとってはやりやすいんですね。過去のさまざまな行政施策をそのまま展開すればできる内容になります。 ななかなか環境部局が促進をするという条例を作るというのは過去の前例というかですねそういったものからですね見るとなかなかあの一歩踏み越えなければいけないところがあるということで自治体の方がですね特に自治体の環境部局が抑制側に回ってしまっていて促進をするという考え方が薄れてきているのではないか。 これがの政策の調査の結果であります、えー。特に3万人以下のところっていうのはですね、えー、そのほぼ上がってきていないですね、えー。先ほどお話をしたように、人口の少ない自治体の方がカーボンニュートラルは実はや,らやりやすいという状況なんですね。えー、にもかかわらず、人口の少ない自治体はですね、1000、えー、人も置けないしですね、余、えー、力もないと。と、えー、こちらがあの どういったところにです、ね、障害を持っているのかということで、財源不足、人員不足、経験不足、そういったものがです、ね、トップ3でありまして、そ,のそれを選んだ自治体の比率も上がってきているというのが今の状況でございます。なので、担当者としてはやりたいというような気持ちもあるかもしれないんですけれども、なかなか、えー、踏み出せないと、えー、財源不足が最も大きな課題と。 したがってですね、この全般的に自治体の再生可能エネルギーの促進政策が停滞してきているのではないか、特に人口規模の少ない3万人未満において停滞が見られるとで。こういった小規模自治体がです、ね、自分ごととして捉えることができるようになるにはです、ね、やはり財源の手当、人員の手当、情報提供、そういった 国都道府県からの支援が欠かせないということですね。えー、で、まあ、こういったあの状況が一方であると、えー、自治体の規模が小さいほどですね、カーボンニュートラルやりやすい、でも、小さいところはですね、えー、なかなか支援策ができていないと、まあ、こういった状況ですね。で、なぜ、えー、その地方で紛争が起こるのかと。 いうことですけれども、まあ、私は固定化買い取り制度の悪影響が大きいかなというふうに思っております。え固定化買い取り制度はですね、企業に利潤を確保することによって、お金を借りやすくしてですね、再生可能エネルギー投資を引き出すというような政策なんです。えーまあ、基本的に20年間にわたるですねキャッシュフローを確保してあげると。発電をしさえすればですね、 そのキャッ,ッシュフローは確保できると、まあ、今後、固定価格ではなくて、固定プレ,プレミアムになると、ですね電力料金が変わると変わっていきますけれども、えー、まあそれにしても、ですねこの一定の,そのプレミアムについてはですね見込めるという形になります。そうすると、その投資回収年数の計算とか、ですねそういったものができて、ですねお金が借りやすくなると。 こういう状況ですね。なので、こういった企業主体の再生可能エネルギーの導入を進めたわけですけれども、その結果、何が起こったかというと、地域外の企業がどんどんん地方に進出をしていきますで地方においてはです、ね、不在地主とかです、ね、その所有者不明土地とかです、ね、いろんな形で,です、ね、この所有権に基づく管理というのが崩れていってます。 特に山林においてはそうでありまして、えー、もう持て余しているようなその地主さんがですね売ってしまうと、えー、こういった状況が結びついて、ですねで山が切り開かれてしまうと。えー、山というのは、ですねそこに森林があの、えー、生育ができる環境にあります。えー、なのでですね、えー、永続的に 吸収固定がでできるわけですね山を切って、それまた植林をして、その植林がされたものが生育する過程で吸収固定をしていく。だから山林というのは永続的にそういった吸収固定の場として活用ができる、そういったエリアなんですね。再生可能エネルギー、特にメガソーラーを置いても、ですね今あるメガソーラーは2050年のカーボンニュートラルに寄与しません。太陽年数が来てしまいまいすから 再投資されない限り、2050年のカーボンニュートラルには寄与しないということです。したがってです、ね、そういう域外の企業、下手したら外国企業がです、ね、入ってきてです、ね、その25年間だけのです、ね、キャッシュフローを得るためにです、ね、その地域の山林が切り開かれてしまってで、そのキャッシュフローは域外に持ち出されてしまうと、再投資される保証がないと。 やはりこれではですね永続的なそのカーボンニュートラルに寄与しないということになります。従いまして、私は企業主体から地域主体に変えていくということが必要であります。えー、ずっとその場でいる主体、まあ、自治体があの自前でやってもいいんですけどね、あの地域主体、じ、えー、っとそこでえこう住み続けることにコミットをする。まあ、生きがいの企業であっても、ですねちゃんとコミットをすればですね、 それは構わないんですけれども、しっかり再投資もすることをですね、コミットしながら、ですね、地域の風土に合ったような再生可能エネルギーを地域のために、まあ、脱炭素線航空域の中にも、ですね、地域飛翼型というような用語が入っておりますけれども、地域に貢献するような形で再生可能エネルギーを導入していくということに、これは切り替えていく必要があると。 そうするとです、ね、二重の効果が得られるということですね。これまでエネルギーを購入するために、域外に流出していた地域の富があるわけです。世帯当たりだいたい二十数万円の,です、ね、そのエネルギー代がかかっていて、それがこれまでは域外に流れていた。それが日本の国の外に流れていたわけですね。その輸入金額の5分の1が化石燃料ですから。 17兆とか、今はもっと広、膨れ上がっております。そういったところをですね、削減するということはですね、日本にとってですね、やはり国益にかなうわけであります。そういった形で域内に留まった富は地域にも留まるわけです。地域活性化にもですね、寄与するということですね。で、固定価学プレミアムのような促進策が追加されているとですね、域外の富を域内に持ち込むことができると。 こういったメリットがありますので、やはり小規模自治体がです、ねえー、こういったところをですね取り,取りに行けるような形で、やはり支援することが必要だということですね。えー、このあと、脱産地震交区域第1回で選ばれた3地域から報告があると聞いておりますけれども、脱産地震交地域についてはです、ね、100箇所、今後5年間に作ると、えー、2030年までにです、ね、100箇所作りますと。 でそれぞれの地域において2030年までにですね、えー、このお、えー、まあ電力消費についてですね、えー、特に民生部門については実質ゼロを実現をすると。えー、さらにその他の温室効果策定についてもに国の2030年度目標、えー、現状ではですね、2013年度に比較をして46%削減ということですが、えー、さらに積み上げを求められるかもしれませんが、えー まあそういった目標と整合されるように削減をしていくというのが要件でございます。えー、79件、えー、提案がされて26件が採択されたということでございます。で、えー、第2回の公募も終わっておりまして、えー、今後年2回の公募がされるというようなことを聞いております。えーまあ、これはですね、あの、えー 地域脱炭素ロードマップというようなものの中に書かれておりまして、えー、この脱炭素先行区域だけではなくてですね、全国的に取り組む横断的な施策というのも当然書いてあります。えー、先ほど言ったようなですね、地域共生、地域非翼型の再エネとかですね、あるいは自家消費の太陽光発電、えー、さらにゼブゼッチ化のような話ですね。えー、さらに、これもあのゼッチの話ですね、ゼロカーボンドライブ。 まあこのあたり、カーボンニュートラルシミュレーターに入れているものでございますが、えー、プラスチックについてはですね、えー、特に石油機源のところは燃やさないようにしていくとかですね、えー、コンパクト化とか、えー、農林水産業との両立、そういったものが書かれております。で、えー、こちらの一覧がですね、第1回選定の脱炭素先行地域ということになります。えー、今回、この中からですね、えー、と川崎と松本、それから真庭、 えこの3つの報告があるということでございます。で、えー、こちらあの、の月間地球温暖化というところで連載を持っておりまして、えー、脱山先行地域の傾向と対策というものを最新のもので、えー、もう交換されたかどうか分かりませんが、9月号で載ります。で、えー、こちらでですね、えー、若干あのこちらで分析をしたところですね、対象範囲については、ですね、えー、地域全体を対象にしているのは上士幌町だけ。 さらに広がりのある地域ということで,です、ねえー、この、えー、川崎も含めてです、ね、松本も含めてです、ねえー、この、えー、地域の中のある程度の広がりを対象にしている地域、えー、さらにマニュアルを含めてです、ね、公共施設を幅広くカバーしようとしている地域、えー、計画、えー、そういったものがです、ね、選ばれているということになります。再エネの種類としてはです、ね、すべてで、えー、太陽光発電が記止されております。 えー、バイオマス発電、熱,熱利用が、えー、その次でありまして、えー、地熱発電と太陽熱利用についての計画はなかったということですね。で、えー、供給方法としてはですね、えー、蓄電池というのが全てですねあ、横浜市を除く全てに蓄電池という記述があります。えー、さらに PPA、これはあの電力契約あ、購入契約。 えー、ということでですね、企業自治体とかがですね、えー、その長期的に電力を契約するという中でですね、その,、えーまあ、あの設置の費用をですね、えーまあ、出していこうと、まあ、こういうものでございますが、えー、これが13計画、えー、さらに自衛船の記述があるのは10計画、えー、地域新電力の記述があるのは12計画ということで、 蓄電池を持ってですね太陽光のような不安定なものも中に入れながらですねそれを安定的に地域の中で供給をすると、バイデン収入、固定化を変えている制度とかのバイデン収入に頼らずにですね電力契約、購入契約で,ですね PPA でやっていこうという方向が見て取れます。た、まあ、ただこれれ初回のの選ばれたものでありまして、えーまあ、さらにあの、えー まあ、特徴のある取り組みがです、ね、今後選ばれていくかと思いますが、えー、その中で横浜市についてはです、ねえー、再エネについての連携協定を締結をした東北の13市町村から 再エネ電気を調達するという内容が含まれております。先ほどご覧いただきましたように、えー、都会型のですね、えー、この脱炭素を専攻地域というか、えー、カーボンニュータル宣言をした自治体はですね、なかなか、えー、地,な地元ののリソースだけではですね、えー、達成することができないということで、今後こういった自治体間連携というものもですね、えー、広がっていかないとですね、いけないと。とそういった中で小規模自治体がですね、えー、その都会の人と都民が えー、まあ、やってくるというようなあ、えー、これを機会に関係人口が増えていくとかですね。まあ、そういったの形で、えー、小規模自治体にとってもウィンウィンになるような形で、えー、自治体間連携をしていくということが望まれるかと思います。えー、ゼブについては9計画ありますとで。ソーラーシェアリングの提案が3計画というようなものでございます。はい。えー 最後に、えー、若干の考察ということで締めたいと思います。えー、そもそも100カ所の脱炭素先行区域で、えー、2050年カーボンニュートラルに近づくのかなと、えー、市町村1741存在いたします。実、え、際、ー、全体を対象とする計画は上ひしほの1計画のみということでありまして、えーまあ、この脱炭素先行区域だけで 本当に行けるのかなっていうのはちょっとあの不安であります。さらに脱炭素ドミノが本当に起こるんだろうかということですね、えー。そこの自治体でないとできないような、そこのエリア、自治体の中でもですね、できそうなところをですね、えー、こう区域を選んでですね、えー えーまあ、の脱産性交区域を作るとかですね、できそうな施設、公共施設のようなものを選んでやるとかですね、そういったあの、まあ、やれるようなところから、まあ、計画は作られているかと思いますけれども、それで本当にドミナが起こってくるんだろうか、少なくとも起こっているかどうかを把握する指標が必要ではないかと。 まあ永続地帯研究とかですね、国がちゃんとやってくれって前々から言ってるんですけれども、えー、こういったものはですね、ちゃんと公的な統計としてですね、出してもらわないと困ると、えー、ずっと言ってるんですが、なかなか、あの、えーまあ、ずっとあの、えー、松原さんのところとですね、一緒に手弁当で手、えー、作業でやってるところでございますけれども、えーまあ、ちょっと不安があります。えー、さらに、全体の底上けにつながる政策。 脱産選考区域に申請できる人材を確保できる自治体は限られてるんじゃないか。だから小規模自治体ではですね、なかなかいけないんじゃないか、できないんじゃないか。これまで特徴ある取り組みをしている小規模自治体は今回、手を挙げてます。しかしながら、底上げをちゃんとしていかないとですねいけないのではないか。小規模自治体に対するですね人材支援、あるいは 例えば、あのえー、の地方交付税をですね、算定基準、算出根拠の中はですね、基礎需要の中にですね、こういう脱炭素の行う担当官をですね、一人は置きなさいとかですね、その部分は交付税で措置しますとかですね、さまざまな形で全自治体がこういったものができるようにですね、えー、後押しをしないといけないんじゃないかというふうに思います。えー、さらに、 え横断的な施策もですね考えられておりますけれども、カーボンプライシングであったり、化石燃料販売への再エネ、熱消費の購入義務付け、先ほど見たように、熱についてはですね、インセンティブはついてないわけですね。なので、あのかえって減ってきているという状況が永続体研究でもあります。なので、ここはですね、熱についてのインセンティブをしっかりつけていくことが重要であります。 現在ですね、ガソリン価格が上昇してですね、激変緩和補助金というのがつく、あのえー、こう最初はあの、えー、上限も作って、年限期限も作ってやったんですが、それがどんどん撤廃されていってですね、もうあの、えー、どん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 そのばらまきがされているという状況で、えー、まあそういったあのお金の使い方というのはやっぱりあの長期的に見るとですね、 日本経済にとって良くないというふうに思いますので、そういったものをちゃんとですね見直しをしていってです、ね、しっかりそのカーボンプライシングが自由の導入できるように、それに応じて、ですね何らかの厳しいルールですね、これが導入されていかないと、2050年カーボンニュートラルはできないんじゃないかというふうに危惧をしている次第でございます。このののあたりはあの私の方の えー、まあディスカッションで何かコメント等ですね、えー、他の方からもいいただければというふうに思う次第でございます。はい、私の方からの情報提供は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、蔵、え、司、ー、先生どうもありがとうございました。えー、それではですね、えっ、ー、と質問がいくつかあ来ていますので、えー、お答えいただきたいんですけども、えっ、ー、と実は事前にもですねあの参加登録の時にもご質問いただいたんですが、まあほとんどの内容については今 今回のクラス先生の、えー、ご講演の中で、えー、答えがあったかなと思われますので、えー、基本的には今日いただいた質問からお答えいただければと思います。まず基本的な質問で、えー、あの表ですかね、あの2018年の伸び率は前年度から伸び率でしょうかというご質問なんですけども。えっと多分そうですね、えーっと、2018年度の伸び率は前年度からの伸び率になります。年けど昨度、はいはい はい、<の>2017年度というのがこの、えー、隠れておりまして、えー、それとの比率で書いてあります。はい、ということですね。はいはい、で、えー、次のご質問があ、ゼロカーボンシティ宣言をした市町村が何らかの行動を取ってきているというような比較研究はされてないでしょうかという、ねはい。えー、っと、まあ、ゼロカーボンシティ宣言をした市町村の えー、政策調査の回答を見るというのはのできるんですけれども、ちょっとまだそこまで手が回ってないです。あのデータとしては市町村の政策調査やっておりますので、えー、その政策内容がどうかという比較はできるかと思います。まあ、ただですね、えー、ゼロカーボン宣言あの、えー、私がいる千葉市もやってますけれども、あのえー、何か特徴ある政策、まあ、今、 あの新しいあの計画づくりはしているので,です、ねえー、頑張ってはいるんですけれども、えー、これまでのところ何かあの、えー、こう特徴ある新しい政策が行われているというわけではありませんので、えー、おそらく、えー、宣言をした自治体はですね他のところもやっているから、まあ、とりあえず、まあ、やらなきゃいけないかなということでやっているところというのもかなりあるのではないかなという推測がございます。 はいえー、次のご質問ですで、えー、にエネルギー永続地帯になっている自治体においても他自治体への貢献のためにもより野心的な省エネ再燃導入が求められるかと思いますが、えー、そうした自治体どのような目標設定をしていけばよいでしょうかというご質問なんですけどもはす、い、で、えー、にエネルギー永続地帯になっている自治体においてもですね、えーまあ、それが1つあの、まあ、このエネルギー永続地帯自体はですね先ほど説明したようにあの、えー 自給自足ではなくてですね、計算上、消費量を、供給量、再エネ供給量が上回っているということだけではあるんですけれども、そのポテンシャルがあるということで、ですねこれを生かした形で、実際に地域における雇用につなげるとかですね、その地域全体の収入、歳入につなげるとかですね、 そういった形であの、より地域の人にもですね分かりやすい形で、この恩恵をですね見える化していく、そういった政策は必要かなというふうに思っております。なので100、100%で満足をするというわけではなくて、はい、よりいいあの頑張れば、ですねそれが売りになるというような認識ですね。はい でそれほどは地域間連携という話もあったんですけど、それに関する何らかの目標も何か必要ということになりますかね、はいあのまあ、目標というか、実際にこの、えー、都会においてカーボンニュートラルの宣言をしているところと連携をしていく、まあ、実際にはすで、えー、にさまざまな形で、えー、姉妹都市等で連携のあるようなところからですね、えー、その連携を進めていけばいいとは思うんですけれども、まあ、そういった形で、えー、具体化していく。 えー、その恩恵を、えー、住民の人にもです、ね、分かるように、えー、取っていくということが重要かなというふうに思います、はいえー、続いてのご質問で、えー、地域へのコミットという意味で、地方銀行やあ新金が果たす役割について、どのようにお考えですかという、金融機関の役割ですか。はい えー、やはりあのです、ねこのえー、地域主体でのです、ね、投資ということを考えるとです、ねえー、こういったあの地方銀行、えー、地方金融機関の果たすべき役割というのは大きいと思います。あのえー、日本においてです、ね、金融資産があの投資に回らずにです、ね、貯蓄されているということもです、ね、の課題として言われております。まあ、そういったものをです、ねあのえー、変なな投資ではなくてです、ね このちゃんと公的にも,も、えー、安心な形で,です、ねえー、その真心のために、地域の孫子のためにです、ねあのえー、お金を投資をするというようなルートを、えー、地方の金融機関が中心に切り開いていくと。 いいうこととがです、ね、あの求められるかと思いますそうするとです、ねえー、固定価格買取制度のような企業を動かそうと思ったら内部収益率がです、ねえーそのえー、2%とかではなかなかいかなくてです、ね、もっと高くしないといけないとだから買取価格も高くなるわけですね、えー、そうではなくてあの地元のために孫子のために、えーそのえー、設備を残していきましょうと。 いうことであれば内部収益率そんな高くなくてもですね、えー、のお金が集まる可能性がありますなんかそういったところをですね、えー、その顔の見える範囲で、えー、地方の金融機関もですねサポートしていくことが重要かなというふうに思いますはい、えー、続いてのご質問で今後の人口減少がゼロカーボン達成を困難にさせるといったようなことは考えられるでしょうか人口減少のゼロカーボンの関係について何かお考えあればというはいあのー、当然、えー 自給率だけ見ると人口減少してエネルギー消費が下がっていけばですね、えー、ゼロカーボン達成しやすくなるということでありますけれども、まあ、それはですね、望ましい未来ではな,るないということで、あのえーまあ、私の方ではですねあの、えー、人口減少のインパクトもですね、ミライカルテという、えー、その情報提供ツールを作ってですね、人口減少のインパクト、それで産業がちゃんと、えー、維持できるのかどうか、まあ、そういったところも合わせて、 考えられるようにですね、カーボンニュートラルシミュレーターとミライカルテという2本立てで情報提供しております。なので、えーまああの、ゼロカーボンだけが目的ではなくて、えーそのえー、ゼロカーボンをすることによって地域課題を解決する、人口減少、高齢化に伴う地域課題を解決をしていくと、えー、その新しい収入源として、えー、ゼロカーボンが使える。 えー、新しいその雇用が生まれる、再エネで生まれる、まあ、そういったところもです、ね、合わせて、えー、その検討する必要があるというふうに思います、はいえー、続いてのご質問で、えー、これ、事前のご質問にも同じような内容あったんですけれども、地域の産業、企業 つ、ね、いても、国の政策に任せるだけではなく、はいえー、地域で検討すべき面があると思いますが、いかかがでしょうか、はい、あのまさにおっしゃる通りでありまして、今、の産業部門すべて国だっていうふうにちょっとざっくりやっちゃったんですけれども、えー、実際にあの、えー、千葉市とかで計画を作成する際にですね、やはり産業でも中小企業とかですね。 当然、農林水産業とか、それはあの地域で検討すべき面がありますから、そこがあの除外されるということになるとおかしいだろうというようなことで,で、若干方向を修正して、地方自治体が監督しなきゃいけないようなレベル、中小企業とか農林水産業、それは国の政策に任せるべきではないという方向にちょっとあのえ切り替えて、方向修正しているところでございます。はい、えー 次が最後のご質問になるかと思うんですが、えー、相対的にうまくできている参考になる条例を作っている自治体を具体的に伺うことはできますか、えー、再エを推進する条例、環境保護しながらうまく抑制している条例、両面伺いたいですということですけれども、先ほどの,あの自治体調査の結果に即してということになりますかね。 はい、あのちょっと調査ではです、ねあの、具体的な条例の中身まであの、えー、確認ができているわけではないんですが、あの典型的なものとしては、飯田市の,その、えーまあ、地域環境権についての条例ですね、えー、それがあの典型的にあるかと思います。飯田市はまさにです、ね、地域の金融機関とも連携をしながらです、ねえー、市としてあのこの団体は大丈夫だろうと。 そういったところに言い出しが持っている基金からも出しますしその地域金融機関からもあの、えー、出してです、ね、で自治会レベルで,です、ね、再エネの,、えー、その事業主体になれるようにするというようなこともやっておりますので参考になるかと思います。 はい、ありがとうございました。えっ、ー、ともう一件ご質問来てるんですけども、こちらあの後半のパネル討論の時にですね、少し、えー、大学の関係ですかね。はい、あの議論できればと思います。えー、それではあのクラスカ先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、えー、これで第1部はあの終わりたいと思います。えー、それでは続きましてえー、第2部のえー、パネル討論の方に、えー、入っていきたいんですけども。 パネル討論の方ですね地域で脱炭素化を実現するにはということで、第1次の脱炭素先行地域に選定された自治体の担当者の方から、3件のご報告をいただくことになっています。それでは最初のご報告ということで、岡山県真庭市のです、ね、石田様のほうから,からあのご報告をいただきたいと思います石田様よろししくお願いいたします。 はい、はいえ、岡山県マニア市環境課の石田と申しますえ、本日ご縁がありましてお話をさせていただくことになりました。あの脱炭素の取り組みはまあ、横断的な取り組みで、えー、まあ、環境課の方で、えー、総括しているということで、私説明させていただきます。けれどもえー。私も実は4月から。 えー、環境下ということで、えー、勉強中ですあのまさに経験もありません、えー、お聞き苦しい点があると思いますが、えー、ご了承のほどお願いいたします、えー、まずあの今1枚目にございますこの表紙の写真ですけれどもこちらは昨年2021年にオープンしたグリーダブルヒルゼンという施設です、えー、この施設はマニュシの北部に 標高500から600メートルの高原地帯であります、蒜ン高原というのがございますが、その蒜ン高原にある施設でグリーナブル、グリーンとサスティナブルというふうなことで、環境面においてもまた持続可能な地域を目指すという意味でも象徴的な施設になっています。この施設は、あのマニュアで製造された CLT を使用し、熊健吾事務所のデザインによって、 CLT パビリオンとして東京の晴海に建築されていたものをリユースということで分解運搬してマ間庭に里帰りしてきた施設でございます非常に好評で多くの方に来場していただいているところでございますのでぜひ皆さんにもお越しいただければと思っております次お願いします少しマ間庭の紹介をさせていただければと思います マニワ市は平成の大合併で旧の町村が合併して誕生した町でございます。場所的には岡山県の西側の北部、北部は鳥取県と接しております。面積は828平方キロメートルということで、岡山県では一番広い面積を有しておりまして、うち8割が森林でございます。あのまさにまあ 中山間地域田舎ということでございますけれども全人口もですね、えー、現在4万3000人程度ですが徐々に減少していっているというふうな状況の町でございますで、えー、自然的なこともご案内させていただきます次をお願いします、えー、地図にはございませんが眞家市の中心を、まあ、旭川という 川が流れてて、おりまして北部は先ほどもご案内しましたとおり蒜山、えー、高原ということで,で、まあ、の豪雪地帯でもございますし、えー、真ん中の写真にありますように、えーまあ、あのジャージ牛の飼育でも有名な地域でございますで中部はあの湯原温泉といった温泉がありましたり、えー、城下町であります勝山ののれんの町というのがございます また南部は県庁所在地である岡山市まで高速自動車を使いますけれども1時間弱という立地でありまして商業や工業の中心になってございます。でなお、基幹産業ですけれども先ほど申し上げましたように森林が8割を占めるということで現在でも市内に製材所が。 三十カ所あるなど、まあ古くから林業が盛んでありまして、林業がまあ資産産業というふうな町でございます。次をお願いします。ここから脱炭素またあの自然エネルギーに関する話をさせていただきたいと思いますけれども、まあ地域資源を生かした脱炭素それからまあ SDGs ということで。 今までも取り組んできましたし、今後も取り組んでいこうということでございます。まこの度脱炭素先行地域に先行されましたが、これまでの歩みがあってのことだと考えております。まずこの表のあの左にありますように、今から30年前の1992年に地域の若手の経営者を中心に、あのここは行政は携わっておりません。 あのマニワ市の未来を考える21世紀のマニワ塾というのが組織されまして地域資源を活用した循環型地域社会の創造をテーマにした議論が行われておりますこの議論の中で豊富な森林資源を背景に木を使い切る街を目指すことが盛り込まれましてその理念は今でもずっと引き継がれているところであります こうした市内の経営者による取り組みがきっかけとなりまして2014年にはバイオマス産業都市に選定2015年にはマニはバイオマス発電所木質バイオマス発電所でありますが稼働その後また後ほど説明しますが生ごみと資源化モデル事業を開始2018年には SDGs 未来都市に選定されそして 2020年にはゼロカーボンシティマニュアルを,を,を宣言をしているところでありますまあ、こうした今までの地域の動きがあってそこに行政も寄り添ってきた経緯がありましてまあ、この度脱炭素先行地域に選定されたというふうに考えてございますえ次をお願いいたします 次に脱炭素先行地域に選定認定された内容でございますが、まあ、簡単に申し上げますと公共施設の省エネ再エネということで公共施設の LED 化や先ほども話がありました PPA を活用した太陽光発電施設の設置それから木質バイマス発電所の増設また生ゴミと資源化施設の整備というのが主な取り組みになっております。 公共施設の省エネと再生可能エネルギーからの電力供給によりカーボンニュートラルを達成していくということを目指すものであります。こうした公共施設の CO2 排出量実質ゼロの取り組みによって市内や市民や市内事業者の方へ脱炭素ドミノが波及していくということを目指しているものでございます次をお願いします。 こちらの資料が脱炭素先行地域として認定されたマニワ市の取り組みの全体像になります、えー、まず脱炭素先行地域の対象は市内全域の公共施設としてございます、まあ、な,なぜ公共施設にしたかということですが、まあ、先ほど申し上げました旧町村が合併しているということもございまして公共施設数が非常に多いと ということで民生部門における電力消費量が14%にもなるということ、それから公共施設の多くが避難場所になっておりまして太陽光発電、それから蓄電池を設置することで災害時のレジリエンス力の強化につながると考えたからでございます。えー 工業施設の省エネ再エネについてですけれども176の公共施設の LED 化そして27施設への太陽光発電設備の設置に取り組んでいくということにしてございますまた民生部門電力以外の脱炭素に関する主な取り組みとしてはこの計画の時点では全公用車普通自動車の次世代自動車化 それから、e、シェアリング事業を行っていいくということにしておりますで、まあ、この計画の提案の後に軽自動車の EV が発売されたまたあの岡山県で生産しているということもございまして軽の購入者の導入についても予定をしているところでございます次お願いしますこの資料はあの脱炭素先行地域の取り組みを わかりやすくまとめているものでございますのでまたあの資料の方を後ほどご覧いただければと思っております次に行かしていただきます次に地域エネルギー100%の実現を目指した取り組みでございます資料の右側にございます写真は間庭市にございます木質バイマス発電所でございますが現在 発電能力1万キロワットの木質バイマス発電所1機が稼働しているところでございます。最初に申し上げましたように、ま地域から出る木材を余すことなく使い切るということで、ま柱とかま針などに利用されるま木、これは木材利用として、ま幹伐材とかあの製材所がたくさんございますが、まその製材所から出る管脚材などを木質バイマス発電の 燃料として利用することで木を使い切っているということでございます年間で言いますと11万トン程度の燃料としてあの木を利用しておりまして現在地域が出る木材を原則燃料として利用しているところでございますこの事業によります現在の売上額は年間約23億円でありまして燃料購入費は10億円 といいううような状況でございますまだ資料にはございませんが、この木質バイマス発電、それから旭川という川があると申し上げましたけれども、その電力会社の水力発電を含めた庭市の地域エネルギー自給率は現在62%程度ということで、省エネの取り組み、それから課題はございますけれども、木質バイマス発電所の増設によりまして、 地域エネルギー自給率100%の実現を目指しているところでございます。次をお願いします。次があの生ゴミ資源化と資源化したすいません生ごめんなさ生ゴミと資源化施設の説明でございます。この取り組みは家庭や事業所から出る生ゴミをとまあ紙それから浄化槽でと混ぜまして メタン発酵させてバイオ液として再生するというものでございます。でそのまあできた液肥をまた農地に散布して液肥を利用してできた安全安心な農作物をまた利用して地元で利用するでまたそれが生ごみになるということで、まあ、資源の地域内循環をまあ生まれるというふうな事業でございます。現在、まあ、肥料の高騰が言われている中で、まあ、低コスト農業が実現されるということ。 また液肥料は年間8千トン再生できる予定ですけれどもこの液肥を濃縮する施設も合わせて整備する予定としております濃縮することで8000トンの液肥を800トン程度に濃縮させる予定でございましてこの濃縮によってもまた散布でありますとか運搬コストの削減が図られてさらなる低コストとか脱炭素の取り組みにもつながっていく 考えておりますまたこの取り組みは生ごみを液晶にするということで、えー、現在真庭市では可燃ごみの約35%が生ごみだというふうになっております分別収集することで可燃ごみの減量にもつながって、えー、現在真庭市に3か所ゴミの焼却施設がございますがこちら1カ所に集約することを予定しておりますこういった 取り組みも、えー、まあ、脱炭素に繋がるというふうなことで捉えております。えー、次をお願いします。えー、次にあの市民の取り組みでございます。あ市民の方の取り組み、あの自分ごと組織で捉えなければなかなかあの取り組みがつまないと思いますけれども、えー、先ほど申しましたようにまあ、市役所が取り組んでいって、えー、市民市内住民者の方に波及して一体となって取り組んでいくと。 いいうふうふなことを考えてございます現在、あのマニワ市役所ではエ,エコテイクアウトということで、ごみになるものを減らす取り組みを推奨しているところでございますし、市役所に給水スポットを設置して、マイボトル運動をしているところでございます。市役所の職員も、かなり多くのものがマイボトル持参で給水,給水スポットを利用してございます。 次お願いしますまたあの脱炭素の取り組みについてはですねそれを担う人といいますか人材育成が必要だと思っておりましてそちらにも力を入れております小中学校や市内の団体を対象に環境学習を開催しておりまして大体年間70件から80件程度の 環境学習を行っております小さい頃から環境意識の向上に努めているという風な活動もしているところでございます。また、あの資料にはございませんが、今年度真庭市では地球温暖化対策実行計画の区域施策編を策定しております。これをまあ策定するにあたりまして、市民会議を公募によります。市民会議を開催して多くの意見をいただいております。 現在、市民会議の方50人程度の公募がございまして、実は昨夜、市民会議をしたんですが、35人程度の方がお集まりいただいて、ご意見をいただきました。この市民会議では、脱炭素を起点に、マニュアルがどうなったらいい、マニュアルは子どもや孫のために、こんなマニュアルにしたいということをです、ね、あの未来像を話し合っていただいて。 そこから今どういうことが取り組めるかというのをご意見をいただいたものを計画に取り組んでいきたいというようなことで進めているところでございます、えー、まあ最後になりましたがあのぜひマニュアルにお越しいただければと思っておりますご清聴ありがとうございましたはい、石田様どうもありがとうございました、えー、いただいてご質問はですね後ほどまとめて、えー、お答えする形にしたいと思いますので それでは続きまして、えー、神奈川県川崎市の磯部様の方からご報告をいただきます。よろしくお願いします。神奈川県川崎市環境局脱炭素戦略推進室の磯部と申します。本日はよろしくお願いいたします。地域で脱炭素化を実現するにはということで、川崎発市民、事業者、行政の共同による脱炭素チャレンジ。 川崎市における脱炭素先行地域の取り組みについて説明させていただきます。まずは川崎市の温室効果ガスの現状について説明させていただきます。地域の温室効果ガス排出状況ですが、2019年度の本市の温室効果ガス排出量は2139万トンで、 1990年度と比較して660万トンの削減に成功しております。しかし昨年度改定しました川崎市地球温暖化対策推進基本計画では2030年度までに1990年度比で57%の削減を目標としておりますので目標達成には半分以上足りていない状況となっております。また現在の2139万トンという数字については 政令市でも最も多い排出量となっており、同レベルの人口規模である福岡市や京都市の約3.3倍の温室効果ガスを排出しております。そのため、川崎市が脱炭素化に取り組む意義は非常に大きいと考えております。また、2019年度の CO2 排出量の部門別構成比を見ると、全国では産業系が約47%であるのに対し、川崎市では 地域特性とも言えますが、産業系、いわゆる産業・工業プロセス、エネルギー転換が全体の76%を占めており、全国平均と比べて大きいことがわかります。次に、地域の CO2 排出量をエネルギー構成別に見ていくと、本市においては、電力エネルギー由来よりも、熱エネルギー由来の CO2 がかなり大きいことが確認できました。 そのため2050年の脱炭素社会の実現に向けては電力エネルギーを効率化脱炭素化するだけでなく熱エネルギーの効率化電化再エネ化や非エネルギーの脱炭素化も必要であると考え,考えられます先ほども少し説明させていただきましたが本市では脱炭素化の取り組みを一層加速化させるため 2050年の将来ビジョンと20年2030年度の2030年の温室効果ガス削減目標等を定めた川崎市地球温暖化対策推進基本計画を昨年度の3月に改定しました本計画ではエネルギー視点市民生活視点交通環境視点産業活動視点などさまざまなアプローチで2050年のビジョンを明確化しておりますまた川崎市が政令市最大の CO2 排出地域であると同時に首都圏全体の一般家庭の消費電力を上回る大規模のエネルギー拠点としての特性や産業研究開発拠点としての特性などを踏まえ2050年の川崎臨海部が首都圏の脱炭素化に貢献する姿をイメージ化しており基本理念として将来世代にわたって安心に暮らせる脱炭素なまちづくり 環境と経済の好循環による力強い産業づくりに挑戦するとしています次に基本計画に位置づけている重点事業についてですが基本計画に位置づけた40の施策のうち特に事業効果の高い事業を5大プロジェクトとして位置づけ川崎市地球温暖化対策推進協計画において取り組みを推進していくこととしておりますまずプロジェクト1 地域エネルギー会社を中核とした新たなプラットフォーム設立による地域の再エネ普及促進プロジェクトでは2030年度の再生可能エネルギー導入目標33万キロワットの達成に向け多様な主体が参画する地域エネルギープラットフォームを設立し地域の再生エネルギー等の普及拡大を図ります次にプロジェクトの2川崎臨海部のカーボンニュートラル化 市内産業のグリーンイノベーション推進プロジェクトでは、脱炭素社、川崎に集積する環境技術、産業、研究開発機関を最大限に活かし、川崎臨海部のカーボンニュートラル化を目指すとともに、市内産業のグリーンイノベーションを推進します。次にプロジェクトの3、市民事業者の行動変容、再エネ普及促進プロジェクトについて、脱炭素社会の構築に向けては、国民一人一人のアクションが、 必要不可欠と考えております。本プロジェクトでは、従来の普及、啓発、環境学習の取り組みに加えて、市民、事業者が自然と行動変容できる新たな仕組みを構築します。プロジェクト4、交通環境の脱炭素化に向けた次世代自動車等促進プロジェクトでは、我々の普段の生活や事業活動と交通は密接に関わっているため、交通分野の脱炭素化に向け、 車両、船舶の次世代自動車等への転換を図るとともに、行動の最適化による CO2 削減を図るため、都市機能の集約化を進めます。最後に、プロジェクト5、市内公共施設の再エネ100%電力導入等の公共施設脱炭素化プロジェクトでは、川崎市役所自らが率先して、再生可能エネルギーや次世代自動車を導入することで、CO2 排出量の削減に貢献するとともに、 市民事業者の取り組みの模範として、地域の脱炭素化の取り組みを拡大します。なお、脱炭素先行地域づくりについては、プロジェクト3の民生系市民事業者の行動変容、再エネ促進プロジェクトに施策として位置づけております。ここから本市の脱炭素先行地域について説明させていただきます。すでにご存知かと思いますが、脱炭素先行地域とは2030年度までの民生部門の 電力消費に伴う CO2 排出実質ゼロを目指すもので第1回目の選考で本市を含め26地域が採択されております本市の取り組みにおける推進主体は川崎市と脱炭素アクション溝の口推進会議また Amazon Japan 合同会社となっております国からは市民事業者と一体となって取り組みを進めている脱炭素アクション溝の口等の取り組みが強化されたと確認しております 今後は国の交付金を活用しながら、全国の中核となる都市のモデルとなるよう、関係者の方々と取り組みを推進していきます。続いて、本市の脱炭素先行地域における取り組み内容についてです。本市では地域を2つ設定しておりまして、まず1つ目が民間施設群の取り組みです。民間施設群のエリアは、東急田園都市線、大井町線、 JR 南部線のターミナルである溝の口駅を中心に商店街や商業施設各種オフィス業務ビルのほか製造,製造業の工場等が所在する大都市の生活拠点交通要所という地域特性を有しており駅の令和元年1日の平均乗車人数は東急が約16万人 JR が約8万人となっております。 溝の口周辺は過去から環境意識の高い民間事業者や市民活動団体が多く特に溝の口に立地する川崎市地球温暖化防止活動推進センターや80名以上からなる同推進員はさまざまな市民活動を展開しており環境意識の特に高い市民事業者が多く集う町でございます同センター推進員による取り組み例としては年間約100件の市内小中学校への出前授業や 75名の市民とともに実施した脱炭素川崎市民会議の共裁事務局として77の市民提案などが挙げられ脱炭素化の市民活動が盛んに行われています。本地域はすでに市街化され脱炭素化の取り組みが容易ではありませんが本地域をあえて先行地域とするのは本地域が1年以上前から脱炭素モデル地区脱炭素アクション溝の口を発足し 市民事業者の自主的な取り組みに加え共同連携体制が整っていたためですまたもう一つの設定地域として公共施設群の取り組みで対象地域は約1000カ所ある川崎市の全ての公共施設群としております公共施設群については民生業務部門最大の CO2 排出業者が市役所であり市民事業者の身近な施設であるため波及効果が見込めることから先行地域に設定しました 公共施設としては、市内の全公共施設において CO2 排出実質ゼロに向けた取り組みや、2030年度までに再エネ100%電力導入などを進めることとしております。続いて、先ほど説明しました、先行地域の施設群をつなぐ、地域の面的なエネマネ事業として、民間施設群および公共施設群に設置された太陽光蓄電設備等を生かし、 令和5年設立予定の地域エネルギー会社などがエネルギーマネジメントを実施していくことを目指しておりますまた丸 ④ のその他の基本計画に基づく取り組みとして R12 年度までにすべての公用常用自動車へ次世代自動車を導入することまた EV カーシアの実証事業者や共同住宅における充電設備等の整備促進社用車での EV カーシアの活用をすること またプラスチック製容器包装とプラスチック製品の一括回収に向けた取り組み、Amazon Japan 合同会社と連携した先行地域に関する PR、普及啓発等の展開を予定しております。こちらは本市の脱炭素先行地域においてと進める取り組みの全体イメージになります。まず対象地域としている脱炭素アクション溝の口内の民間施設群では、 太陽光設設備の設置や再エネ100%電力導入等を実施しま,すまた川崎市役所の公共施設群では設置可能な施設の半数に太陽光発電の導入全公共施設に再エネ100%導入照明 LED 等の省エネの取り組みを実施することとしておりますまた重要施策である地,地域エネルギー会社では小売電気事業や PPA での 太陽光設備導入、エネマネ事業を実施予定です。これらの取り組みを川崎市の交通要所である溝の口から推進することで、CO2 最大排出都市である川崎、さらには日本全体への脱炭素ドミノを引き起こすことを目指しています。ここからは先ほどから説明させていただいている脱炭素アクション溝の口とは何かについて説明させていただきます。 本市は2020年の11月に2030年度までの約10年間における中間目標を掲げた脱炭素戦略川崎カーボンゼロチャレンジ2050を策定しましたがその重点事業として同日に脱炭素モデル地区脱炭素アクション溝の口をスタートし現在も脱炭素化に向けた先進的な取り組みを集中的に実施しております実際の取り組み内容としては 参加事業者による再エネ100%電力調達や水素ステーションの開設市民の行動変容に向けた PR 展開などの取り組みを推進しておりますまた2021年7月に溝の口周辺地域で脱炭素に取り組んでいる事業者団体が集まり脱炭素アクション溝の口推進会議を発足し具体的なプロジェクト創出に向けた取り組みを推進しております こちらは脱炭素アクション溝の口の具体的な取り組みの紹介になります。例えば左側の上から2つ目、商業施設の再生可能エネルギー化については、2020年度からマルイファミリー溝の口、2021年度からノクティプラザ全体で再エネ100%電力を使用しております。また、公共施設では高津区役所等で再エネ100%電力を導入しており、年間約400トンの CO2 削減、 を達成しておりますまた市民向けにはマイボトルやシェアサイクル等の取り組みも普及啓発しております。こちらは脱サ素アクション溝の口推進会議の会員一覧になります。会員企業には、小売、製造、鉄道などさまざまな業種の事業者が参加しており、全国有数の大企業も多く参加していただいております。このため、金融機関と連携した事業者の取り組み促進につなげるほか、 先行地域に参加する企業が川崎を皮切りに企業グループ全体への取り組みを展開することで日本全体の脱炭素化に大きく貢献することができると考えております。最後に現在川崎市が設立を予定している地域エネルギー会社について説明させていただきます。先ほど倉坂先生のお話にもありましたが、現在本市が所有している 廃棄物処理施設で発電した環境価値を含む余剰電力の大部分が地域外に流出しているという課題がありその対策としてエネルギーの地産地消地域内における再エネ利用拡大に向けた取り組みが必要と考えておりますまた本市では3つの廃棄物処理施設が稼働しておりますが2024年に立花処理センターが稼働予定でありそれに伴い発電能力の大幅な増加が見込めることから事業化したものになります 地域エネルギー会社の事業方針としては、地域エネルギープラットフォームを担う地域エネルギー会社を設立し、事業者と一体となって事業を推進することとしております。また従来の地域新電力のような小売電機事業のみを行うだけでなく、PPA モデル等の電源開発やエネルギーマネジメント等の取り組みを推進し、地域内における再生可能エネルギーの普及拡大と、給油の醸成、 地域におけるエネルギー施策をリードしてまいります。説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、磯部様どうもありがとうございました。えー、続きまして、えー、長野県松本市の鈴木様の方からご報告をいただきます。鈴木様よろしくお願いいたします。はい、えー。松本市の家具地域エネルギー化の 申します。私の方から松本市の脱炭素先行地域の取り組みについて説明をさせていただきます。あの右側の絵を見ていただくと「乗鞍」のって書いてありますがあのこの地域乗鞍高原を地域の設定としましたあの。絵の中の一番上に山が書いてありますがこの山が乗鞍だけ3 0 0 0メートル級の,の,アルプスの北アルプスの一番南に位置する。 山ですが、それのふもと高原にある乗鞍高原、まあ、ここを脱炭と先行地域にしようという計画でございます。あ急ぎちゃった。はい、えっ、ー、と、乗鞍高原、どこにあるかといいますとお、松本市の西の外れにあります、図でいくと、左の下の方に乗鞍高原と書いてありますが、上高地の南に位置しております。まあ、こういったあのお山の中に、 あの展開していこうということで計画を立てていきました次に松本市の脱炭素の動きを一覧表で整理させていただきましたあの前の2事例と比べるとあまりにもあの少ない内容で正直脱炭素に関しては更新地域だというふうに自負をしておりますその中で令和2年度を赤字で書いてありますけれども松本市も何か 思い切った施策があるにも、ないにも関かかわらず2050ゼロカモシティを表明しております。まあ、それと同じ年なんですけれども、クラ高原の将来ビジョンを、 決めたあ、乗鞍高原未来というものを策定しました。これは1年かけて、えー、地域の団体等と一緒になって考えて作り上げたものです。まあ、これを策定した後、まあ、ほどなくですね。環境省の方から国立公園の中でゼロカーボンを進めるということの意味を含める。あのゼロカーボンパークというものが制度化されまして、えー、それの国内第1号に乗り、倉高原が認定されたと。と いうことでございますまあ、これがベースになって、えー、脱炭素地成功地域に,にの計画を作っていたということでございますそのベースとなりますのりくら高原未来とはということで簡単に説明をさせていただきますこのビジョンなんですけれども最初に地域の中の 危機ということで課題を3つ整理してございます。1つ目が地球環境問題。まあ、そこから派生する自然環境の問題が1つあります。2つ目は人口減少ともに、人口減少に伴います生活環境。まあ、ここの安全をこう担保していくということ。3つ目が観光地、山岳観光地ではあるんですが、やはりスキー場、 とともに発展してきたでですので、えー、観光資源の陳腐化というものが見られる、まあ、こういった3つの課題についてどう捉えていくかということで右側の方に環境、観光、暮らしを基盤としたビジョンを設定していたということでございます通常観光地ですと観光のビジョンということで自分たちの暮らしであるとか自然環境みたいなものまで広げたビジョンというのはなかなか 見当たらないんじゃないかと思うんですが、ここではやはり自分たちがどう暮らしていくのかということを、そこにゼロカーボンという問題もきちんと見据えてビジョンを作ったということが挙げられております。えー、その中で、えーまあ 乗鞍高原の中の各拠点に重点取り組み事項というものを設けていったりしてございます。まあ、これはあいろいろとございますが、あ具体的にはその右側の、えー、共同型の実施体制と書いてありますけれども、まあ、こちらがあ重要になってきてまいりました。乗、え、鞍、ー、高原未来図の構想協議会というものが、あ この中で、このビジョンが作られていって、今でもこの中にあります分科会が4つあるんですけれども、この分科会を通して、現在、このビジョンの中の一つ一つの取り組みを展開しているという状況でございます。この地域づくり分科会の中に、脱炭素脱プラ実現チームというのがございまして、こういった中で、脱炭素先行地域についても議論をしていたと。 この構想協議会についてはその下に灰色のところに書いてありますが共同事務局として大野川区これはあの認可遅延団体で地元の町会でもあるんですけれどもをを空遊林であるとか温泉の宣言とかも持っている団体ですまたあ環境省や松本市などもここに入って、えー、中心的に進めてきたということでございます これをもって、あの、ビジョンは策定されたんですが、まあ、それによって、まあ、環境省さんで、えー、考えていたゼロカーボンパークという制度、まあ、これの要件が、丸1から丸6まで、まあ、あるわけなんですが、まあ、このノリク倉高原未来図が、この1から6全ての要件にまあ合致することになったものですから、あ急遽、お,ーおー 令和3年3月、まあ、令和2年度中に登録を受けたということでございます。さて、脱炭素先行地域なんですけれども、当然、乗り越え抗原未来図が当然先にあるものですから、これをいかにして具現化していくかという、そのツールとして脱炭素先行地域の制度を生かしていこうと。 いうことを考えました、えー、ここで言いますと乗り蔵高原未来図のビジョンの中の地域特性環境という問題地球環境の問題、まあ、これを展開する上で地域非営ぎ型の小水力発電施設が作れないか、まあ、観光という面からサステナブルツーリズムという形に発展できないか、えー、暮らしを支えるという意味で地域活力の好循環を生み出すような脱炭素の取り組みができないか、まあ、それをすることによって 世界水準のリゾート地を作っていけないかというようなそういう立て付けにしてございます。 これを細かく言うとこういう形になります。一つ一つは説明はしませんが、左から、地域、非営型、少子力、発電事業。真ん中がサステナブルツリーリズムの形成。3番目が地域活力の好循環。特に木質バイオマス、薪ですね。薪を地域内で生産して消費していくことによって地域循環を 地域の経済循環を生み出すというような流れ、これを課題取り組み効果という形で整理をしたというものでございます。脱炭素先行地域の立て付けの一番基本になっている電力消費に伴う CO2 の排出量、実質ゼロの取り組みにつきましては、あのお示しのとおりになってございます。えー、左端、電力需要量が330万キロワットアワーあるというふうに想定をしました。 この10個の隣に128というのが128個になります。その他、資格事業者であるとか、スキー場、まあ、こういった形で、需要化が存在をしているエリアでございます。それに対して、計画では再エネ導入量を200万 キロワットアワープ,プラスするような形で538万という形になってございます省水力発電がその大部分を占めておりますが430万キロワットアワーを予定をしておりますプラス省エネの削減量を加えて、えー、こういった形で展開できないか。これはあの元々本当に寒い地域なもんですからあ熱、特に冬のですね暖房 暖房につきましては、灯油をバンバン焚いているような地域です。まあ、これが多分電化を進めるだろうということも想定して、再燃導入量、特に電力量の増加に対応できるような形で再燃導入を促していきたいというふうに計画しております。1つだけですけれども、小水力発電事業について、ここでは説明をさせていただきたいと思います。発電規模は えとなりま,すまあ,あの計画で言ってますと11億から12億ぐらい税抜きで、えー、なるようなそういう事業になるかというふうに思っておりますが何せあのこの事業脱産先行地域があ全体とが分かってきた12月そこから場所を選定する地域に初めて小水力発電を作るみたいな話を持ち込んでから この話が進めてきましたので、いまだにこの中であの具体的に取水はどこで、発電はどこでというところを確定するまでには至っていません。今、ちょうど環境調査をやりながら地元と一緒になってどこがいいんだろうという話をしております。とはいえ、これ5年間で作らなきゃいけないということで、今必死になって、関係の業者であるとか地元と一緒に計画を進めているという状況です。 このバイデン収益によって、ですね地域の方々が電気を買ってくださる、まあ、そのお金の一部をですねこの地域の利識に落としまして、地域の中で課題を、いろんな課題があるんですけれども、その課題の解決に使っていただこうということを考えてございます。 えー、計画提案書は3社で提案をしております。松本市はまあ全体に取りまとめをするということですが、あ大野川区さん、まあ、地元の地主でもありますし、町会でもあります。まあ、この大野川区さんが全体の消費用発電の調整もいたしますし、観光拠点の整備をするということです。また新州大学さんはももととここで あの各お宿、各家庭のエネルギーの調査、エネルギー集落点検をやる予定でいましたので、まあ、一,緒で一緒にこ,うこの計画を進めていくという意味で、共、え、同、ー、提案者に入っていただいたという内容になっております。 えー、体制図になりますやはりこれまでもそうでしたが今後も一番下にありますノリクラ高ク原未来構想協議会ここがやはりハブになって連携しながら地域の方々と事業を進めていくという形になるという絵になっております。 最後ですけれども、松本市の今、脱炭素の進めるためのプロジェクト、4本今、進めておりますので、それの紹介を簡単にさせていただきます。左上ですけれども、ゼロカーボン実現条例というのが、今年の6月制定されました。当然、実現条例ということですので、前向きな脱炭素の推進の条例なんですけれども、 適正導入に向けた抑制の部分の条項もきちんと入れて、ですね、今後はバランスよく導入を進めると、再生可能エネルギーの導入を進めていきたいというものになっております。またこれの、これを受けて、ですね、この地方公共団体実行計画の区域施策編、これも見直しを進めてまいりまして、昨日、 あの策定といいううふうになってございます一応、お松本市としては、あ2013年度比51%削減を目標として、2030年ですね、を進めているという状況です。右側に行きまして、 松本大学ゼロカーボンコンソーシアム。これは、えー、産学監禁、うん、連携の組織として2月、今年の2月に設立をしました。えー、設立の時は40数団体でしたが、今98倍増している状況です。あこういった地域の事業者の脱炭素をこういった枠組みの中で支援していきたいなというふうに考えています。えー、トップは新州大学の 副学長さんに勤めていただき、副として松本市の副市長、また地域のガス会社の社長さんに副代表を務めていただくという形で進めております。 地域エネルギー事業会左下になりますが、川崎さんも、あの、令和5年作るというふうにおっしゃっておりましたが、私どももできれば、来年度を立ち上げられるように、今、必死になって検討してございます。やはり、あの、こういった地元を引っ張るような、県引するような事業者が、松本にも欲しいと。 といいううことでこでったものを検討しております、えー、最後右に行きますが脱炭素先行地域等ということで山形につきましては今まで説明をさせていただきました乗鞍高原脱炭素先行地域になりますがやはりあくまでこうリゾート地観光地での取り組みになります。のの中でで展開という意味では なあの不具合のところもありますので、町型として、今、ちょうど松本市立病院の建て替えが計画されています、これが幡駅というところのすぐ横で計画されているものですから、この幡駅周辺、他にも小中学校や公共施設群が集中してあるところですので、こういったところでエネルギーの有効的な活用であるとか、再燃導入みたいなものが検討できないかということを今、調査をしていると。 いう状況でございます以上松本市の説明を終わりにいたしますご清聴ありがとうございましたはい鈴木様どうもありがとうございました、えー、これで三、えー、つの自治体のですね、えー、ご報告をしていただきまして、えー、続いてですねあのパネル討論に移りたいと思います、えー、と、3名の方あの ちょっと画面をオンにしていただいて、ですねパネル討論という形で、えー、進めたいと思いますので、よろしくお願いします。で、あのいただいた質問、かなり多岐にわたっていてですね、ちょっと残りの時間ですべてはちょっと議論できないと思うんですけども、えー、少し横断的な質問と、あとちょっと個別の質問とあるので、えー、少しずつ整理しながらですね、えー、お答えいただければと思います。えっ、ー、と、まず最初にちょっと横断的な質問の中で、あの まあ、市民会議という取り組みをです、ね、されている、えー、自治体、川崎、えー、さんとマニアスさんですかね、えー、されているということなんですけれども、まあ、こういったあの市民との合意形成とか共同ということで、まあ、こういう市民会議を、えー、やるですとか、まあ、その他でも、えー、取り組みでもいいんですが、こういう市民との合意形成、共同ということについて、まあ、特にこの、えー、脱炭素先行地域の取り組みの中でどういうふうに位置づけられて えー、用ううとしているのかというところについて、それぞれあのお答えいただければと思うんですが、いかがでしょうか。えー、最初に、市民会議やられている、じゃあ、川崎さん、いかがでしょうか、はいはいあ。大丈夫ですあちょっとネット側ですかね。それでは、マニュアシさんもいかがですか。 脱炭素川崎市民会議についてなんですが、あはい、こちら先ほども説明させていただきました、地球温暖化防止活動推進センター主導となっている等で広がっている気候市民会議いたしまし脱炭というのは難しいものがございますので、やはり。あちょっとあれですね。ね っが不安定のようません大丈夫ですかね聞こえ聞こえますかちょっと断続的になってますねはい申し訳ないですはい、はい、えっ、ー、とそうしましたらあじゃあまあちょっとまたコメントいただくとして、えー、マニュアシさんのいかがですかはいあのマニュアシではあのー 今年度あ、はいああのでは、脱炭素市民会議を、ま、立ち上げたんですけれども、もともと経緯等の質問があったと思うんですが、えーま、脱炭素をしていくにあたってあの地域の、ま、活性化とか まあ地域を元気にする取り組みにもつなげていきたいというふうなあのことがございました。あのまあ、人口も4万3千人程度で、まあ、人口も今後減っていくという中で、えーまあ、地域のスタンスを起点として、まあ、地域の活性化に取り組んでいくにはやはりまあ人人材が必要だろうというのもありまして、えー、その市民会議に集まったメンバーを中心にですね あのそういった地域の活性化の取り組みも一緒に考えていっていただきたいでそこに、まあ、あの市役所の方もえ寄り添って同じように取り組んでいきたいということがあって、えー、今回あの開かさせていただいているわけでございますけれどもあのえ結構たくさんの方に興味いただいておりましてあのこれからまたこの年 今年5回これから開催するんですけれども、あの経緯とか役割というのは、そのような形を考えて立ち上げたというところでございます。以上ですはいそれでは、えーと、松本市さんの方では、こういう市民との合意形成、共同についてはいかがお考,えお考えでしょうか。はい、まず、地域が乗クラ高原に限定されていますので、まあ、そういった意味では、その乗り高原。 のビジョンを作ってきたミライズの構想協議会これがあの一番のベースになってきますここにはあの当然地元の方々も含めて入ってきていますので、まあ、そこでかなりの部分こう議論を重ねてきたというのが一つじゃないかと思っています。まあ、それがありますので、えー、現在もどんどんその自発的にですねやはりその脱炭素の取り組み例えば脱プラであるとか あ、太陽光発電乗っけたいだとか、まあ、そういったものを自発的に出てきているという状況でございます。はい、ありがとうございます。えー、それではですね、次の、えっ、ー、と、ご質問で、今度、企業との、えー、共同連携ですね。まあ、これについては、あの、いろんな規模があると思うんですけども、まあ、川崎さんの場合は、あの、非常に大きな規模の産業が、えー、終わりで。えー、まあ、あと、地域によっては、まあ、中小企業との連携とかも考えなきゃいけないわけですけども、えー、それぞれ、まあ。ち 地域の,あの企業との連携について、えーまあ、課題であったり、まあ、今後どういうふうに取り組んでいくかというところについて、少、え、し、ー、コメントをいただければと思います、えー。それでは一番大きな川崎さんの方からお願いします。はい、すみません、先ほど申し訳なかったですえ。まずですね、質問であの大企業の方と中小企業の方ということであったんですが、基本的にあの大企業の方については、その まれわ行政がですね手を加えなくても、必然的にその脱炭素化に向けた取り組みを推進していくのかなというふうに考えております。その中で中小企業の方々については、その財政的な余裕が、その脱炭素に向けた財政的な余裕がないということもあるかと思いますので、そのあたりを行政としてしっかりフォローして、一緒にですね脱炭素化に向けた取り組みを推進していければと考えております。以上ですはい それでは、えー、マニュアスさんいかがでしょうか。はい。えー、の先ほどの答えとかグルドコマるんですけれども、あのー、まあ市民会議の中でですね、あのー、まあ候補、えー、していただいた方にあの先、ー、言いましたあの木材関係の方でまあ会社でありますとか、あとあの青年会議所の方々も参加していただいております。あのー、まあそういった方もまあ興味を持って。 えー、脱炭素に、また脱炭素を起点にして、えーままあ、ビジネスチャンスを捉えてというようなことでもあの参加をしていただいているところですので、あのまあ、脱炭素も、またこれを起点にした、えー、地域のお活性化にもです、ね、連携して取り組んでいきたいと思っております。以上です、はいえー、松本俊さん、いかがでしょか先ほどのあれとかぶるかとは思うんですけども、そうですね、何か追加であれば。はいあのー、やはり、あのーお な,なかなか、えー、地域の中でそういったノウハウを持っているという事業者は、の、のりくら高原の中にはそれほどいらっしゃいませんので、やはり地域、松本市の中で、もしくは、あ、全国的なところで、えー、ご協力いただかなければいけないところもきっと出てくるというものも、そ、あの、あるかと思っています。そのためにも、あの、さ、先ほどちょっと説明しました、あの、コンソーシアムのようなものの中で、えー、地元企業、特に地元企業の中から、こう、のりくらに、えー。 一生懸命こう汗をかいて一緒に脱炭素を進めていただけるような、まあ、そういった事業者をこう募っていきたいなというふうには考えていますはい、えー、続きまして、えー、またちょっと横断的な、えー、と質問なんですけれども、まあ、地域の金融機関の役割ですね、この脱炭素先行地域を進めるにあたって、まあ、金融機関がどういう役割を果たしていくかというところについて、コメントいただければと思います。えー、それでは、えー、川崎さんのから 金融機関につきましては、あの川崎市の脱炭素先行地域の取り組みではです、ねえっと、事業者が自ら施設の脱炭素化を図るだけでなくてです、ね、金融機関の方がですね、自ら脱炭素化を図るだけでなくて、事業者の設備設置に向けた費用の融資等を行うことによって、 中小企業だったり、大企業の方もそうですけど、円滑な設備導入につなげてい,ってげていくことができればと考えております。またです、ね、川崎市と地元の金融機関は、SDGs プラットフォーム等を一体となって連携して進めておりまして、溝の口周辺地域においても SDGs の活動の活性化や、ESG 投資の普及を進めているところでございます。以上です。はは、い、いありがとうございます、えーっと。それでは マニアさはい、あのーまあ、岡山県になるんですけれども、まあ、岡山県にある金融機関さんが、まあ、事務局となってです、ね、脱炭素のコンソーシアムを作っておられます、まあ、そういったところで我々、われわれもコンソーシアムになるんですけれども、えー、相談したり、えー、お力をいただいたりというようなことも可能になっておりますし。 まあ、先ほど川崎市さんも言われましたようにですね、やっぱり、あの、脱炭素の取り組みに対して。あの、まあ、金融的、まあ、金銭的な融資、通していただけると。いうふうな、ことが、あの、ありがたいと思っております。以上です。はい。それでは、松本市さん、いかがでしょうか。はい、えー。 この話を進める上でですね、えー、未来図の構想協議会のおいろんなところで、えー、説明会を実施してきたわけなんですけれどもその中にあのずっとの構想協議会のメンバーではないんですけれども地域の金融機関の方担当の方がずっと入ってきてくださっていましたでそれを終わって採択された後もですね一緒に何かできないかということで特に えーまあ、家庭というよりかは事業者、宿泊事業者ですね、まあ、そこの脱炭素をどういうふうに進めるのかということで、当然、金融機関からの支援がなければあ、いくら3分の2の補助があってもできませんので、まあ、そういった形で、えー、金融機関さんと一緒になってあの、この脱炭素を進める取り組みをお一緒にこう考えていくという枠組みを今後、作っていきたいなというふうに思っていいますはい、ありがとうございます。 えー、次にですね、あの大学ですねあの、大学の役割ということで、えー、松本さんの方のの、えー、取り組みでは、信州大学がすでに入っていて、えー、いるわけですけれども、えー、こういった教育機関、まあ、大学のようなところの役割を今後、どういうふうに考えていくかというところで、えー、川崎さんとか、あのー、マ真スさんの方ではどうですかね、こういう大学との連携って何か考えられてるでしょうか。 川崎市です。今現状、脱炭選考地域という観点から、その脱炭選考地域の事業推進会議というものをやっておりまして、その脱産策書、溝の口にではですね、大学の方にも参加をしていただいてますので、今後、何かしらの連携をしていければと考えております。以上です。はい。 眞家、えー、さん、いかがでしょう。真、はいえーまあ、庭市にはです、ねまあ、地元に行動教育機関がないということで、あの多くの大学の方からいろいろとあのご助言いただいているんですけれども、あの中でもあの、まあ、木材のこととかについてはです、ねあの、岡山大学様とあの協定を結んでいるというようなこともありまして。 あのまあ、その協定をもとにですね、この度はそは市民会議の方も、岡、ま、山、あ、大学様の方の協力を得ていろいろやっているということもありますので、やはり対処交渉からいろいろご助言をいただきながら進めていきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。えー、あとですね、次の、えー、とコメント、ちょっと時間になっておりますが、もう少し5分ほど延長させてください。えー、と広域での連 関係です、ね、広域での連携、えーまあ、これはいろんな在り方があると思うんですけど地域間連携だとか、もう少し広域で、えー、周辺の自治体といろいろ組んでやるとかあると思うんですけども、まあ、こういったことに関してこの、まあ、特にこの地域、脱産専攻地域に関して、そういうことを今後考えられていくかどうかというところで、えー、こちら、笠木さん、のいかがでしょうか。現状では ないんですが、あの東急田園都市線等ですね。その川崎市だけでなく、他の地域にも横断している線がございますので、そのまあ、周りの近隣の都市と協力していければ良いなと考えております。以上です。はい、えー、松本さんいかがでしょう？基本的にはあの観光地ですので、他の地域との連携っていうのは観光の分野で当然出てくるかと思いますが、エネルギーに関。関 経営するところではなかなかあの地元からの発言そこまではないというところです。まあ、特に交通の部分では何らかできる可能性はあるかなというふうには思っています。以上です。はい、えー。マニュエスさんにはですね、実はもう少し詳しいあの質問が来ていてですね、うん、あの中山間地域でとかあの流域でとかあの岡山市との連携はどうかというそういう細かいご質問も来ているんですけれども、そのあたりいかがでしょう。 はい、えーっとあのー、もちろん、あのー、県南といいますか、マニア市の方でもです、ね、あの海ごみに関するまあ意識ということで、産、まあ、海ごみに対するあの取り組みというのも行っておりますし、また、あの岡山の中枢連携都市圏というところで、まあ、あの岡山市様が中心となりまして、あのゼロカーブの取り組みもあの行っているというふうに考えております。また、あのーえーまあ、脱炭素という意味では えー、まあ EV の普及というのもあると思っておりまして、これについてはあのマネージの中だけでというよりはですね、あの岡山県様とかあの他市ともまあなかなか連携できないかもしれませんが、あの取り組みもあの必要になってくるのではというふうに考えております。はい、ありがとうございます。えー、っとその他いろいろたくさん質問いただいてるんですけどちょっとお時間になりつつあるので、えー、っと最後ですね各 えー、自治体の方からあの今後のまあ課題の解決、今後の抱負ですね、をちょっとひ、えー、言いただく。 いたいと思っているんですけども、えー、とその中で特にです、ねまあ、今回、電力が、電気は中心なんですけれども、まあ、それ以外の,その交通政策、まあ、EV 関係ですとか、例えば都市計画に関わるところですとか、あるいはその熱の利用の脱炭素化ですとか、まあ、さらにそのマニュアーシスタンに取り組まれているのはバイオマスとか、あるいはその生ごみのバイオマスの地域循環ですね、こういったものも含めて、今後、脱炭素化をどういうふうに、えー、取り入れていくかというところを中心にちょっとあの最後、コメント。 い、えー、いただければと思いますあと最後ですね、あの倉塚先生からもコメントをいただく、えー、ことにして終わりにしたいと思います。それではまず、えー、じゃあ、川崎さん、川崎さんからお願いします。はい、今回、脱産選考地域選定していただいておりますので、基本的にあの補助金の事業ということで、その環境省からですね地域にお金をいただけるということなんですが、このお金を活用してですね、その 事業者の方々にこの補助金をただ配るということだけでなくて、その川崎市の中で、その脱炭素化にするような取り組みをしっかり推進してですね、しっかりとあの脱炭素化を普及、啓発していけるような,こんな、そういう取り組みにしていければといいかなと考えておりまますすす以上でで、はい、ありがとうございいそれでは、えー、マニアさんお願いします。 はい、えーっとあのまあ、もちろん省エネという点ではあの市民の皆さん、また市内事業者の皆様にあのご協力を得ないといけないというのもあるんですがあの大きな取り組みであります、まず1つ目の、えー、生ごみの資源化、これはの生ごみがあの皆さんの分別の、まあ、協力によって、えー、生ごみを出していただかないと。 あの始まらない事業でですの,であの、まあ、そういったあたりこれからになるんですけれどもあの、まあ、市民の方にどのようにご協力をしていただけるかという辺があの一点課題でありますしあの木質のバイオマスで言いますとあの倉坂先生の話もありましたけれどもなかなかやはり山の持ち主があの山に興味がないと言いますかあの自分の山がどこにあるかわからないとかいったような方も あの増えておるのも実情です。あの、やはり山をこう循環させなければ、あのまあ、こう。永久的な形にはならないので、やはりこの山をまいかにどのように生かしていくかという辺がまあ課題だと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、えー、松本さんお願いします。はい、えー、まずはあの乗り物の地域でまだまだこの。 事業にに本格的に取り組んでないいい方々も当然いらっしゃいますぜひこの機会にですね浸透させてこの計画自体が全住民全事業者乗り蔵を対象しているものですからそういった取り組みっていうのはなかなか厳しいものがあるということを前提にこれからも進めていきたいなというふうに思っておりますまた熱に関して言いますと乗り蔵高原乗り蔵温泉 乗高原温泉という宣言がございまして、まあ、その温泉熱の利用というものも昔からあ検討課題になってきています。まあ、この際ですので、そういったものもいろいろなところからお知恵借りながらあの展開していければいいかななんていうふうには思っております。以上でですははいいありがとうございましたえそれでは、えー、最後に、えー、倉塚先生から、えー、コメント 最後いただければと思います。よろしくお願いします。はいえー、パネリストの皆さんありがとうございました。あのおダストダンスで地域活性化を図っていく、えー、そのためにいろんな主体をですね、えー、まあ主体的にまあ参画をしていただくようないろんな仕組みを考えられているということでですね大変興味深くのお話を伺いました。このダストンス先行地域のですね要件がですね2030年に民生用の電気について、えー、その。お 特に、まあえー、カーボンニュートラルという話で、えー、若干それにですねこう、えー、こう歪められてるところがあるとちょっとまずいなというふうにはあのこれはのお三方だけじゃなくて全体的に考えてます。まずは省エネですね えー、まあ、ゼブゼッチっていうのはありますけれども、えー、省エネを徹底的にやっていくということ、えー。さらに、電気だけではなくて、やはり熱利用の方も考えていくと、えー。特にあの、バイオマスなんていうのはですね、あの、電気だけではなくて熱利用も考えた方がいいと思いますので、まあ、そういったところも含めてですね、えー、バランスのいい形の脱炭素先行地域が日本に広がっていくことを期待したいと思います。私からは以上でございます。 はい、ありがとうございました。すみません、あの時間をちょっと過ぎていたし,、えー、しまいまして、10、え、分、ー、を紹介いたしましたが、えー、本日ですね、あのこのお地域の脱炭素化自然100%取り組みということで、倉、え、敷、ー、先生、そして、えー、各自治体の皆さんからあ非常にあの貴重なお話をあの、えー、伺うことができました。はいえー それではですね、あのこれであの終わりにしたいんですけども、えー、本日、ね、退出時にです、ね、アンケートあの,のご協力ということであの出ますので、えー、参加していただいた方はぜひアンケートにもご協力、えー、ください。えー、今後ともあの自然1 0プラットフォームでは、ですね、こういったあの連続ウェビナーを開催してきますので、またご案内をしたいと思います。本日は、えー、どううもありがとうございました